じゃあついにテレビでね、はい、ドラゴンボール魔人ブー編、うん、始まりましたよね。ちょっと前ね、映画で、映画も今なんかテレビでもスカパーだったかな、忘れたけど、はい、ね、ドラゴンボール神と神と神1個多い、あれ1個多いです。あ、ほん、はい、神と神、神と神、神と神、神と 神、 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 神、なんだっけ、あのドラゴンボールをさ、はい、集めると願いを叶えてくれるってね、シェンロン、シェンロン、地球のやつだと1個しか願いが叶わないんだけど、うんうん、ナメック星、はい、のやつは3つ願いが叶うね、うんうん、それもドラゴンボールもでかいですけどね、今度は確か、あ、労働の分やっぱ多いのかな、そう、そういうことだと思う大きなやつに大変ながらね、はい、あのよくあるけど、そう、ほら、アラジンの魔法のランプでもさ、願いを3つ叶えてやろうって、はい、あの願いが3つ叶うとしたら何が叶えてほしいかってよく想像しない、うん、小さい時とかよくなんかあった気がする、ちっちゃい時だ、俺はなんかちっちゃい子扱いされたもんね、うん、そんなことないですよ、でもなんか小学校の時とかよく言ってた気がする、ね、うん、宝くじ当たったらどうするとか、はいはい、だいたい楽しいよね、そういう虎の狸の母さんの時のね、はい、そうですね、え、どうぞ、その願いが3つ叶うとしたら何でも叶えてあげるやつだ、なんかでも小さい時はそうやって言われたら、うん、じゃあ叶う願い、願いが叶う10個の願いを叶えるみたいな、それはダメだ、それはダメだ、それはダメです、うん、だったら、うんと、背が高くなりたいです。何センチぐらい？160ぐらい。そんな変わんないんじゃない？でも152なんで、もう160でも本当に羨ましいんです。整体行こう、整体8センチはなかなかちょっと伸びないかな、でも俺の同級生じゃない、ちょっと年下の友達が整体行ったら、と半年で5センチぐらい伸びたって言ったからね、それぐらい骨が詰まってるね。整体行こうかなでも行ってるんですけど、ね、あ、行ってんだ、うん、あとは、あとは、うん、食べても食べても太らない体になりたい、うん、あ、いいね、欲しいね、それ欲しいですよね、うん、それから、あとはもうお金が欲しい時に欲しいだけもらえる、うん、あ、いいね、もうそ、多分その3つが叶ったら、うん、もう最強です、うちは。そんで一人ぼっちでもいいんだ。一人ぼっちは嫌です一人ぼっちは嫌だ、ほら足んないじゃん、また足んないですねそうだろえ、翔くんは、僕、翔くん、翔くんはですね、うん、もう完全ぶっ飛んじゃえば、うん、ドラえもんが欲しいです。ああ、ロボット、そう、うん、そしたらもうそこのポケットの中に何でも詰まってるじゃないですか、便利グッズが。画期的な道具ってあんま出てこないね、いつも。何ですか、タケコプターとか。なんかちょっとなんか回りくどくないです、うん、あ、でもどこでもドアはすごいいいと思うけど、あ、いいしょ、いいしょ、まあまあね、はい、うん、ぐらいじゃない？タイムマシンとか持ってます。タイムマシンいるか。え、行き来できるんですよ、過去にも未来にも。何回もやり直して何回も失敗したら、そう、ものすごい挫折するぞ、気持ちが。でもあれってそういう歴史を変える系じゃなくて、その場所にちょっと遊びに行って戻ってくるような感覚じゃないですか。まあまあそうだけどね、はい、うん、で、あと2個は、うん、取っとく。ああ、ごめん、貯蓄できないんだあれダメなんですか、うん、使い切らないとダメなんだ。そうでもドラえもん来たら僕なんとかなる気がするんですよね。ほんと、え、モットさんは。俺はね、まずは金山を当てたい。金山、金山、あの、掘ると金がザクザク出てくる金山ね。それから温泉当てたいね。温泉掘り当てたいね。そっから一大レジャー施設とかこう地上げしてさ、はい、資金もあるし、そう金山で資金があるから、はい、で地上げしてこうレジャー施設を作る、はい、作って、で最後は油田を当てたいね。え、全部掘る系が、掘る系なんですね。掘りたい、ね、そういえばそうだね、うん、ホルスタインみたいな。うん、でもお金が欲しいとかじゃダメなんです。え、お金が欲しいとダメなんです。お金はだってさ、お金が欲しいってもなんかなくなるじゃん、こういうのずっと出てくるじゃん、うん、そして夢があるじゃん、うん、そうですね、なんかやったー、金が当たったー